ゆうとでーす。エビです。何すんの？ゲームに疲れたからちょっと話しましょう。はい、恋愛話を。エビの、うん、どっから話す？全部最初から。全部最初からめっちゃ長なるやん。うん、うん、初恋は、はい、小一、うん、うん、うん、はい、どうぞ。知ってると思うけど、声優志望の T さん、ちょっとうるさめの男子とよく話す女の子ですね。そうそう、はい、小二まで好きでした。はい、で、小3で、はい、M さんと Y さんは好きになった。 M と Y、 うん、わかんないです。 M と Y、 中学の時両方バレー部、バレーボール、わかるかな。韓国好きそう。バレー部、韓国好きな人多かったイメージある。うん、わかる。うん、2人ともかな。2人ともかどうかわからんけど、うん、Y さんは確実に好き。うん、全然誰がわかんない。うん、名前言っていいんちゃうかだっけ。え、名字？名字は言ったらあかんかい。え、名前、名前、うん、名前の方が珍しくないか。あ、そうだY さんはあ、どっちかというと名字言ってもらえる。 山本さん。ああ、分かった分かった。あの、メガネかけてない方な。バレー部やったんや。うん、知らんかった。メガネかけてる方もバレー部やからな。そんなマジか。ででそのずっと行って、うん、で5年の時に、うん、王さんが、うん、越してきて、あ、うん、分かった分かった分かったで、うん、6年でクラス一緒になって、うんうん、集団下校あるやんか、うん、訓練の戦えるだけの、そやな、あれの時に一緒になって、うん、その時に何て言われたか覚えてないけど、うん、ちょっと甘えられてで好きになった。ちょろいな。あいつ人気もやったやろ。そうなん、うん、知らんかった。あいつめっちゃモテてたやん。おい、いいと思ったことない、あの人のこと。マジでマジでそんなもんやって、うん、クラス一緒になったこともないもん俺。え、多分、え、5年の時一緒のはず。一緒やったっけ、覚えてへんし、どうでもよかったな。え、あの学級崩壊したクラスやった。あー、塗装と、うん、そこのクラスに引っ越してきてるはずやから、ひどいとこ引っ越してきたな、ね、急にやれてたよな。うん、先生の椅子に画鋲置いてた。チリチリくんや。分かったやろ。うん、髪の毛がもうチリメンジャゴみたいな、へばりついてる感じの。で、うん。で、中学入るわけやんか。入った。で、中学入って、うん、で、俺らのところって2つの小学校が1つの中学校に来るって言ってて。2つの地域の人が集まった感じの学校で。そうそうそう。でも俺らの学年3分の1受験してどっか行ったからな。仲いい人ほとんどいなくなった。うん、その分、うん、あのそいつはスポーツめちゃくちゃできたから、スポーツできるやつおらんかったよ。ああで、そのもう一つの地域のところで、うん、あの愛さん、愛さん、名字愛さん、ああ、わかる、わかる、は気になりだした。おお、うん、で、うん、まあクラス行っちゃったかな。うん、1年、うん、1組か。うん、そうそう、うん、俺も同じクラス。うん、で、2年の時に、はい、あの K さん、K
K さん誰だ K 今と同じ人え今と同じ人そう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 、うん、K さんが幼稚園してってな、うん、K さんとあそうなんやうんでで徐々に気になりだしておお、気になりだした、うん、どういうことどなんでななんで気になりだしたなんでやろう容器話しとったからそんな話してたん、うん、俺言ってないから知らないけどそうやなお前不登校的な感じだったもんな的なじゃないもん不登校やで、うん、ほんで卒業式の時に告白もあったけど、うん、他の人とずっと一緒におるから、うん機会ないやん勇気出んかった、うん、てか卒業式の日に、うん、あのなんかみんなで集まって食べに行くんだってたから、うん、その時告ってたら多分場の雰囲気悪くなってたと思うやろうな打ち上げ終わってからとかにしたらよかったよ、ね、終わってからもうすぐみんな帰ってたやん俺らもすぐ帰ったしでもなんか近くの公園で集まってそうやあの時あの同じチームに好きな人おらんかったえ同じチームってあんな細かく組み分けされて決まらない人言ってんのに一緒になるわけないやんか3人ずつ言ってんねんぞクラス30何人おんねんぞあならへんよ肝試しあんま怖くなったな、うん、あれで雰囲気出んかったから怖い BGM を言うの YouTube 探してグループに貼っつけてたけど俺がちょっとあの、うん怖い雰囲気を出してた俺お前はちょっとあの3人で歩いてるやん、うん、いきなり振り向いて、うん、前にダッシュしだすねこううわ何の話よほんで、うん、K さんに、はい、今年じゃない去年の、うん、2018年の4月半ばに LINE で告ったと LINE でうん、うん、なんて書いてきたのえ、うん、思い出してな、うん、ごめん急すぎるって言った急じゃなかったらいけたかもしれない可能性ないいやあんな、はい、話の流れ的にな、うん、あれはもう急に行くしかなかったどの話に持っていこうとした時に、うん、明らかに前段階の話で変な空気になるに決まってるやんお前好きな人おるとかしか聞くことないやんそんなに聞こうとしたらお前好きな人おるって聞いたん聞いてない聞いてないうん聞いてないよ聞けいやまあ、うんうん、おるやろうなとは思ってるけどいそうだってあれやん中学の時のあのバスケ部の王くんでっかい誰だあのごついでかいそんな人いっぱいおらんあの体型がごついあーうん分かったうん王くんのことが好きや言ってたからへえうんでまあ結果振られてんけどうんでしょう、うん、まあまだ好きですよまだ好きなんですかはいそうなんですそれを堂々とここで言えるっていう勇気にねちょっと尊敬のこんなことで8分も喋ってたうん全然10分まで話そうえ3分くらいで終わるつもりやったんけど全然3分で終わらへんからいや最近は話したんですか最近はいんテストの時にちょっと話したテストいついつ3月入る前2月末ぐらい2月末だから1ヶ月前ぐらいかな1ヶ月間話してないそうやなマジかウイスキーな人にできたら毎日話してると思う毎日いや毎日話すこともないしないや俺話すことできたらもうその日のうちにパッて喋っちゃってるからもう話す題材ゼロえでも俺もそんな感じ話したいことあれば話す感じで今ないからでも今はない1ヶ月間ないからなんでいやちょっと好きなタイプはとか聞いてそれに近づけようと頑張ってみるとか無理やろなんでやん頑張ってみようや今さら無理やで今さらっていやもう学校違うからってことしかも確実に嫌われてるしななんでなんなんで嫌われたえ知らん、うん、ときめも的なやつじゃない何もしてないから嫌われる
そんな、でもゲーム内ではそれあっていいと思うけど、うん、現実でも意味わからへんで、うん、うん、あ、10分経った。いや、もうちょっと話してたよ、俺まだ何の話すんの分からへんじゃあ、俺、Kさんと一回話してみたいな。Kさん、持ってる？Kさん持ってません。え、私、女子の LINE 全員消しました。うるせえほんまです。え、彼女に言われて？いや、別に自分からも話すことないなって。マジで？うん。え、じゃあ、愛さんも持ってへんの？愛さんも持ってないです。あんな話してたのに。あんなに話…中一の話ですけどね、そんな。え、あの LINE で嘘こくとかして笑いやってたのに。嘘こくはい、覚えてる、ちゃんと。なんで覚えてんの？忘れればいいのに。そんなしょうもない。すぐです。え、ん、ん、ん、はてな。なんでさ、そこまでそんな俺の覚えてないところまで覚えてるんすか。いやはい、とまあこんな感じです。はい、ありがとうございました。俺もいつか話さなあかんの、これ。あ、お願いします。は？